漆黒のジェイル。俺の名前は佐藤かける。佐藤、何度言えばわかるんだ。すみません、気をつけます。毎日のように上司に叱られるダメリーマンだ。最近では部下からもバカにされ。いいか、佐藤みたいになるんじゃないぞ。大丈夫ですよ僕は。そのうちリストラだな。とにかく俺はプレッシャーに弱い。この案件はですね、そのプレッシャーのかかる仕事を任されると本来の自分を発揮できなくなるのだ。そんなある日の会社帰り、スマートフォンでネットサーフィンをしていると、なんだこれ、ノードラッグ、なんか怪しいな。海外で流行中、ノードラッグのおすすめという記事を読んだ。しかしノードラッグは思ったものと違い、精神安定剤や抗うつ剤を服用することで脳を活性化させるらしく、90年代から海外のビジネスマンの間で流行していたとか。帰宅後、俺はノードラッグの存在が気になり、調べていくうちに集中力を高め、ミスをなくすコンサータか、よしこれにしよう、思い切って一度試してみようと取り寄せてみた。商品が到着し、薬を飲み始めると徐々に頭が冴えてくるようになった。部長、資料の方を作成しました。もうできたのか。ありがとうな。仕事の効率が飛躍的に向上した。服用を続けて1ヶ月が経過した頃、周りから一目置かれるようになった。佐藤、なんか最近お前変わったな。覚醒したんです。あ、ノードラッグは成功だ。半年が経過、会社でも評価されるようになり。佐藤、次の案件進めてもらっていいか。お任せください。次々と重要なプロジェクトを担うようになり、確実に俺の時代が来ていた。しかしノードラッグはスポーツでいうところのドーピングだ。気持ち悪。俺はある日突然、副作用による激しい吐き気と頭痛に襲われた。代償は副作用だけではなかった。大事な資料データを削除しただと。やっぱりお前はバカな社員だな。ごめんなさい。薬の効果が弱くなり、業務に支障をきたし始めた。ダメだ、俺の体が薬に慣れてしまったんだ。次はもっと効果がいいものを選ぼう。俺にはもはや薬を断つという選択肢はなく、別の薬を試すことにした。次に選んだのは90年代に大流行した薬、プロザックだ。この薬は前向きな気分にしてくれるらしい。頼むぞプロザック。しかも口コミによると、上司の叱責もひらりと買わせられるとのこと。俺はプロザックの効果をすぐに感じることができた。 YouTuber とも連携を取り、若い年齢にもアプローチしたい商品でして、どんな仕事を任されても恐怖を感じないし、俺の評価は上がる。この薬を半年ほど服用し続けた。いわゆる脳ドーピングで、俺は着実に結果を残していった。佐藤、お前この1年で本当に変わったな。ありがとうございます。部長のおかげですよ。効果を実感するたびに飲む量も増やしていった。俺は昇進できると確信し、毎日必死で働いた。俺には魔法の薬があるから大丈夫だ。そして人事の公示日を迎えた。その内容はとても納得できるようなものではなかった。ちょ、なんで俺が課長じゃないんだ。後輩の田中が課長ってどういうことだよ。俺を小バカにした田中が課長で、俺は田中の部下となってしまった。俺はどうしても納得がいかず、部長へ詰め寄った。部長、なんで俺じゃなく田中なんですか。佐藤、冷静になれ。前にはまだやるべきことがある。この時、俺までにない感情が込み上げ、狂乱スイッチが入った。俺は部長を思いっきりぶん殴った。俺はもうパニック状態だった。俺はもう完全にバグってしまった。待てって佐藤、やめろ。俺は死に物狂いで働いたんだ。制止する同僚たちを振り切って、俺は会社の窓から飛び降りた。気づいたら病院のベッドだった。一命こそ取り留めたが、両足を複雑骨折する重傷。え、どうなってんだおい。過労が原因らしいが、それよりも厄介な病気も見つかった。神経に異常をきたすセロトニン症候群になってしまったのだ。これはプロザックによる副作用でもある。俺の一連の行動はノードラックによる異常行動だったのだ。ノードラックは服用すると脳に好影響を与えることもあるが、その代償も大きく、いつか必ずやってくる。もちろんうまく使えば認知症の低下を抑えたりすることも可能らしいが、決して頼ってはいけないものだ。俺が会社をクビになったのは言うまでもない。人生終了だ。俺は思った。たとえダメリーマンでも雇ってもらってるだけマシだってね。